日高だからこそできる防災のあり方を皆さんと考えるきっかけになるイベントができたらと思って、これから生きていく力をつけてほしいなっていうのもあって、その中で、まあ、日本に住んでるとどうしてもやっぱり災害とは付き合っていかなきゃいけないかなっていうところで、どうしたらいざという時に自分の身も守れるし家族も守れるし地域の人たちと連携して有事の場合を乗り切れるかみたいなのをやっぱり教えていく。できた。アウトドアで野外で生き抜く力をみんなでシェアするっていう切り口でやるのは初めてだったので、誰に声かけたらいいかなと思ったら、こんないろんな技を持った方たちが地域にたくさんいて、それでこういった多彩な方が集まるイベントに。やっぱ人がすっごいいいので、なんかその人たちと一緒になんか街をより良くできるような活動っていうのができてったらすごいいいなと思いますし、でなんか助かる、あここがあってよかったな、この団体があってよかったな、このイベントがあってよかったなって思ってもらえる人が一人でもやっぱり増えていったらすごい嬉しいなと思ってます。